バーゲストか、あの女。スプーンの音が一定のリズムを刻んでいるようだ。メッセージか。俺に何かを伝えようとしているのか。何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることはあたわず。なるほど、これが呪いか。誰かが取り憑かれてるようだな。レジスはここが呪われた場所だと言っていた。偶然ではなさそうだ。調べてみよう。散らかり放題だな。ここを徹底的に探さなければ、ワイトの唾液が必要だ。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。スプーンか。少し古いが、ありふれたもんだ。見事なスプーンだが、職人技だ。裕福な家庭の食卓を彩った品だろう。かわいそうに自分が怪物に変わっていくのを感じて日記に記録していたのか。痛ましいな。割れた鏡、まるで自分の姿を見たくないあまりにあったようだ。日記の主は怪物か。何時のさじは何時の口に食物を届けず、ここに住む怪物は言葉通りの意味に理解したようだ。永久にそんなスプーンを探しているんだ。ここにもスプーン。さっきのと同じ普通のものだ。人骨。望んでここに来たようには見えない。これも呪いと関係があるのか。何人も何時と食卓を共にせず、意味は通じるな。右腕が噛みちぎられ、歯は全て折られている。誰かが無理やり食べさせようとした。首の骨が折れ、頭蓋骨の側頭部に亀裂がある。何か重いもので頭を殴られたようだ。爪痕や歯型は見られない。おそらく窒息死だろう。この木のスプーンには女の名前が刻まれている。ロマンチックだな。すごい執着だ。このワイトは根っからの収集家だな。スプーンの形の鍵、凝った工芸品だ。飾りには説明書きがある。このワイトの収集癖は本物だな。
まず先にブーツをお拭きになって、スープは音を立てて飲まないで、手で食べるのも禁止、ナイフで歯をほじるのも禁止です。なんだ？ああ、ただの冗談ですよ。お客様は農村の出ではなさそうですものね。プサン随一の宿屋、フィザントリー亭へようこそ。こういうスプーンは普段どこに置くべきかな？あらあら、スープ用のスプーンか。鍵みたいにも見えますね。何か書かれているようですし。ああ、それを読んでここに来た。どこの鍵かわかるか？初めて見ましたが、地下室を調べられては？前の持ち主がいろいろなガラクタを残してますから。ではまたな。公爵様は私たちの上に優しく輝く太陽よ。確かにワイトの巣に見える。少し変わっているが間違いない。どこかに大釜があるはずだ。探していた大釜だ。ここのライトはあまり綺麗好きではないようだ。食卓は整えられている。ここに住むワイトが何かの宴の準備をしていたようだ。ここに住み着くワイトは確実に呪いの影響を受けている。そして必死でそれを解こうとしている。あいにく大釜は空だ。レジスは調合物を必要としている。空の釜からは何も手に入る。ワイトが戻ってくるまで隠れて待つしかない。大釜を覗ける場所を見つける必要がある。
助けたいんだ。大丈夫。壁に書かれた呪いの言葉を読んだ。解く方法がありそうだ。ここに人を連れてきて一緒に食卓に着くよう頼んだんだな。よし、俺がその役をやって望んで食卓に着こう。これだけあればいい。さあ、俺が相手をしてやろう。正しい答えを見つけなければ、呪いの言葉は何人も何時と食卓を共にせず、何時のさじは何時の口に食物を届けず、鏡の中の何時と相まみえることあたわずだったな。スプーンは使えない。いや、それではダメだ。お前は正しいスプーンを探し続けたがな、そんなものはなかった。スプーンを使わずに食べるしかない。解除がうまくいったようだ。思った通りではなかったが、ワイトがどうなったか確かめよう。強烈な匂いのおかげで探すのは簡単そうだ。
怖がるな。危害は加えない。頼む泣くちゃ。安全な場所へ行こう。俺は彼女の手を取りここへ連れてきた。ここ以外に思いつかなくてな。正しい行いです。ここならすぐに元気になるでしょう。ご心配なく、すべて手配しここで安全に保護いたします。じきに回復するでしょう。彼女は100年以上何も食べていなかった。そう簡単には回復すまい。それはなぜそんなことに。来る途中で話をしてくれた。名前はマレーネ。かつてはとても美しく誇り高いトラスタマラ家の相続人だった。ある夜、施しを求めた物乞いが門にやってきた。その物乞いはボールとスプーンを手に持ち、柵の外に座って待ったそうだ。とあるしきたりを聞いたことがあります。そのような来客が飢え死にしないよう食べ物を与える義務があるとか。それを無視すれば大きな災いがその身に降りかかると。マレーネは古いしきたりなど気にも留めなかった。物乞いに何かをあげるくらいなら犬にごちそうの残りをやる方がマシだと追い払ったんだ。すると物乞いはスプーンを折り呪いをかけた。美しい彼女が二度と鏡で自分を見れなくなるようにと。ごちそうが大好きな彼女と一緒に座り夕食を食べたがる者はいなくなるだろうと。そしてパンくずすら分けなかったそのさもしい心に対して、二度と空腹を満たすためのスプーンを見つけることはないだろうと。厳しい罰ですね。きっと呪いは簡単には解けなかったでしょう。呪いの言葉というのは巧妙だ。どうにかしてほころびを探し出す必要がある。マレーネは数十年呪いを解く方法を探してきた。ワイトにされた彼女はスプーンを盗んで人々を家におびき寄せ、一緒に食事を取ろうとした。だがうまくいかなかった。ではどうやって。誰かが自らの意思で食卓を共にせねばならなかった。スプーンを使わずに食べ、鏡に映る姿を彼女自身に見せる必要があった。それだけ。条件はそれだけですか。複雑な呪いの解決法は得てして単純なものだ。だがワイトになったら喜んで一緒に食事する人間を見つけるのは難しいだろう。そうでしょうね。ですがその件が解決して何よりです。どうかご心配なく、彼女はここなら安全です。ありがとう。そろそろ仕事に戻らないと。また後でな。